某国が一方的に日本の水産物の輸入を禁止、根拠に乏しい日本の海水は汚いという理由で実施。日本政府の抗議は形だけのものとみなされ、某国のスパイ疑惑が浮上。某国の無計画な水産物の漁獲がなくなったことにより、日本の漁港ではそれまでにないほどの水揚げを記録。海洋生態系の回復が見られ始める。水産物の豊漁により食料危機を煽り、昆虫食を普及しようとした者たちの計画は進展せず。某国で洪水と干ばつが相次ぎ、農産物に壊滅的被害。貯蔵食料も洪水で廃棄を余儀なくされ、国民が飢餓に直面。政府は反日感情を煽って不満を抑えようとするも失敗。某国の工作員が日本からの依頼という形で水産物輸入の再開を画策。これにより壊滅的な飢餓は回避されるも、某国のスパイ疑惑がさらに深まる。某国で不動産バブル崩壊に端を発した経済危機が誰の目にも明らかになり、日本への支払いが困難となる。決済の棚上げを要請。日本国内では某国政治家へのスパイ疑惑がさらに高まり、暴動の危機に発展する。何だったの輸入禁止、都合悪くなればあっさり解除。工作人に指令出し、ポリシーなんかなんもない。目覚めよ日本人よ、あなたの周りに危険いっぱい。ハニトラマネトラ気をつけよ、それがもう僕の超等手段。真実は隠されてる、表面的な友好関係のもと。目を開けて耳を澄まして、気づかぬうちに操られてる。 Wake up Japan、 今こそ立ち上がれ。表面と正義のために声を上げよう。 Wake up Japan、 もう騙されない。私たちの未来は私たちの手の中に。ポリシーなどないと知れ、ただの駒にされてはいけない。目覚めよ日本人よ、危険はすぐそこにある。ハニトラマネトラ警戒しよう、母国の手口有効。私たちの声で未来を変え。